は東京タワーにご来場いただきましてありがとうございます。ただいまから東京タワー TV サンデー第2部が始まります。 MC を務めます服部あゆみです。よろしくお願いいたします。ステージ前にはおよそ1時間前からお待ちの9割方女性ですね、お姉さんたちがたくさんお待ちです。先ほど私緊張してリハーサル中ずっとうろうろそわそわしてたんですけれども、お姉さんたちは優しくてですね、 MC の子でしょ、大きい声出して頑張って、ウィビシーの方が好きだからなんてね声かけていただいて、本当に優しいお姉さんばっかで私今日は安心してます。まずは東京タワーからのお知らせです。東京タワーの真下で冷えたハイボールが楽しめる屋外ガーデン、ハイボールガーデン2014 in 東京タワーが期間限定でオープンしています。場所は東京タワー1階の正面玄関前、営業時間は平日が午後4時から夜10時、土曜日曜祝日はお昼1時から夜10時までです。今年は定番メニューに加え数量限定でボリューム満点の牛タン焼きなど新メニューも増えました。こちらのハイボールガーデン2014 in 東京タワーは9月28日まで毎日オープンしていますので、カップルやご家族お友達とライトアップされた東京タワーという最高のシチュエーションで爽快感あふれるハイボールをぜひご堪能ください。また in 東京タワーを開催します。東京タワーでは読者モデルスイカビューティービジュアルプレスがスイカを無料配布します。今年はイベント当日に特別ゲストとしてスイカの産地よりご当地キャラが登場しスイカを PR してくれます。千葉県からはチーバ君と富里市のトミちゃん、そして熊本県からはクマモンが登場、もちろん東京タワーのキャラクターのノッポンも登場しますよ。スイカ約100個で作られたスイカタワーも必見です。カットスイカの配布や大玉スイカが当たる抽選会なんかも開催しますので、東京タワーでは開催しますのでぜひご注目ください。東京タワーではその他にも様々なイベントを行っています。詳しくはホームページをチェックしてみてくださいね。それではお待たせしました。毎月第4日曜日に担当してくださっている歌手の竹本孝之さんによるライブインタワーをお送りします。ゲストは G プラスが登場です。それでは大きな拍手でお迎えください。竹本さんお願いします。竹本孝之ライブインタワー。はい、皆様こんにちは、本日はね、5月の第4日曜日でございます、東京タワー、展望台特設ステージクラブ333、ご来場いただきまして誠にありがとうございますね、これから、第4日曜日と言いました、ね、あの竹本孝之ライブインタワーでございます、これもね1時間ほど、ゆったり、まったりのんびりと、お届けしようかなというふうに思っております。本日のゲストでございます、G プラス、G タス、でございますね、一体どういう意味があるのか、どういう言われがあるのかということも含めつつ、いろんなお話をね、今日はお伺いしながら、素敵な、ね、音楽を聴かせていただこうかなというふうに思っておりますので、もうじゃあ早速お呼びしちゃっていいかな、G プラスのお二人、お呼びしていいですか。はい、ではではどうぞ G プラスです。はい、ようこそいらっしゃいました。こんにちは、よろしくお願いします、ね。もうちょうど、いやちょうどインディーの顔のところに俺のギターが被ってるっていうこの、これ狙ったかの、狙ったかのようなこの、いや、いいじゃないでしょうか。いやさすがにね、そういうわけでいけないね、皆様ね、G プラスの2人でございます、よろしくお願いします。そもそも、はい、そもそもなんですが、G プラスっていう名前のは一体何ぞやな。そうなんですよね、すごく不思議がられるんですけど、うん、あの G プラスの G が、うん、あの英語で Gratitude っていう、うん、
グラティチュードっていう感謝っていう意味の単語があるんです。ほうほうほう。でちょんちょんが長く伸ばして、はい、でプラス思考でなのでありがたいって、ありがとうって気持ちを忘れずに末永く前向きにっていう、はい、なるほど、そういう、そういう感じの実は結構高尚な感じの意味がある。大体もう略して皆さんジープラジープラって呼ばれるんですけど、はい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 、はい、で、あの横に座っているのがインディーです。はい、よろしく。相変わらずやのインディー。いや、あのね、はい、あの G プラスの2人とはね、私も、いろんなところでね、お会いしてね、はい、あのレインボータウン FM とか、はい、あの G プラスの番組やってるところで、あのゲストで私行かせてもらったりもして、はい、でまあ、大体こうやってあの私と、千秋さんが2人でこうやって掛け合いでわーっと、はい、マシンガントークをしていると。そうですね、うん、で、あのじゃあその時インディーはっていうふうにほっと目線を送ると、はい、大体ぼーっとしてるっていう、それか聞いてないことが多いですね。はいはいはい、まあ、大体もうあの、まあ、ポジションでいくとカピバラ、そうですね、的なポジションかな、のぬいぐるみな感じですか。ああ、ぬいぐるみ、もう置いとくだけっていう感じです。置いとくだけな感じね、はい、うん、まあ、あともういいでいいや、スタンバイしといて。あのいてもじゃあ、ね、いても意味ないからいいや、向こう行って。はいはい、で後からコーヒー飲んでいいから。はい、わかりました。はいはい、スタンバイしといてね。よくできました。はいはいはい、スタンバイしといてくださいね。はいはいはい、はい、ね、で今日は、せっかくなんでね、はい、G プラスの、サウンドをがっつりと聞かせていただこうかなというふうに思ってるわけでございますけれども、はい、よろしくお願いします。ねえ、まあどういうふうな形になるか。そうですね。で今日は、セッションとして、インディーとあと、はい、ギタリストさんの山下さんを今日、あ、なるほど、はい、アコースティックな感じを、はい、まあ、インディー一人でもね別にできないことはないんだろうけれども、でも心配なことが多いんですよね。若干心の問題が、ああ見えててすごい緊張しいなので、本当にあのたくさんの方に囲まれてるとダメなんですよ。向かねえなあこの仕事。そうなんですよね。時々あの音楽ユニットじゃなくて芸人でしょうって言われるんですけど、あのあまりにもキャラクターが濃いので。なるほど。いや俺、いやあのね、俺最初 G プラスと会って、はい、いやもう千秋ちゃんはボーカリストだからっていうのは分かるんですよ。分かりました。歌ってる人だなと思ったけど、はい、俺インディー何してる人かよく分かんなかったんだよ。あ、で今日ほらキーボードの前に座ってるから、はい、そうなんですね、うわ珍しい、インディーってキーボード弾けるんですねと思ったんだよね。いやでもね、実はあの後ほど皆さん注目していただきたいんですけど、はい、ちょっと自信ないとことか多分弾いてないと思いますので、なるほど、ちょっと注目していただけると楽しみが増えるかと思います。じゃあ着々スタンバイしてください。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。というわけで、今日は1時間にわたってですね、 G プラスさんのね、素敵なサウンドを お聞きいただこうかなという風な思考になっておりますね。ちょっとあの音が出るかどうかいろいろチェックしてくださいね。テコテコってね、お、なんかインディピアノ弾けそうな感じがする。その腹はいらんな、でもな。上に上げとけ、大丈夫ですか。じゃあスタンバイの方は大丈夫でしょうか。はい、それでは G ブラスさんの素敵なサウンドお聴きください。どうぞ。
とうございました。1曲目はバイマイサイドという G プラスの歌で あのロマンチックな曲をお届けしました。このまま私たちライブしても大丈夫ですか？ありがとうございます。今日はですね、竹本さんに呼んでいただきました。改めまして自己紹介させてください。音楽制作ユニットの G プラスの千秋と、そして相方のインディーでございます。よろしくお願いいたします。そして今日はですね、インディーだとやっぱり頼りないので、今日はギタリストに山下さんをお呼びしております。よろしくお願いします。今日はですね、女性の方すごく多くてですね、ロマンチックな音を用意してきてよかったなと思うんですけども、今日デート中の方もひょっとしたらいらっしゃるかもしれないんですが、次の曲は君が好きですというストレートな気持ちを表した曲です。どなたか片思いされている方、もしくは家族に対して大好きっていう、そういった気持ちを思い浮かべていただきながら聴いていただきたいと思います。では君が好きです。外何隠しても I wish you love
G プラスなんですけども、普段私たちラジオ番組で喋ってることが多いんですけどね、月曜日の11時からお昼の12時まで生放送をレインボータウン FM さんという木場のスタジオでさせていただいてるんですけれども、実はラジオがきっかけで野菜をテーマに歌を作ってみようというちょっとちっちゃいコーナーをやったことがきっかけで、今年の3月まで実は畑をやってました。畑をなぜかやることになりまして、でその野菜の歌っていうのを私たち作ったりして子どもたちに聞いてもらったりしてるんですけれども、今日はさすがに皆さんロマンチックなモードをちょっと期待されてるかと思いましたので、さすがにごぼうの歌はやめときました。ちょっと時期がハロウィンではないんですけれども、一番ロマンチックな野菜の歌の中からかぼちゃの歌ぜひ聴いていただきたいと思います。かぼちゃの歌、どうぞちょっとお話ししましょう。アイスコーヒーも入ってますんで、インジ来たい？
いいんじゃないですかね。いいよ、おいでおいでおいで。おいでおいで。もう竹本さん、インディーにすごい、いつも優しいんですよ。いや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 、どうも俺、あの、いつも敷いてがられてるインディー見てるとね、なんか。でもね、竹本さんもでも、3日ぐらい一緒にいたらもう焼けがさると思うんですけども、もう6年ぐらい一緒に活動してます。ありがとうございます。ご苦労様でございます。実は千秋ちゃんがね、はい、あの、青森出身。そうなんです、青森出身なんです。え、どこだっけ。津軽郡になります。津軽、南津軽郡って。南津軽郡、はい、あれ、え、それってあの、ハイハチ県にある、いや違う市町村合併とかいろいろあったじゃん。はい、南津軽郡ってどこら辺になるの。ですね、弘前市があるあたりのエリアになるんですけど、弘前っていうとこの、 あの、はい、トマホークの形からいくと、ですね、皆さんから見て青森県って多分こんな感じにこうトサカがあると思うんですけど、ああああ、この真ん中ちょっと左手の方になります。あ、なるほど、弘前城とか、あの岩木山とか、リンゴがすごくある平野のところなんですけど、リンゴ娘なんです。リンゴ娘、はい、リンゴ娘、リンゴ娘、リンゴ娘はやっぱりあの都会のリンゴは食っちゃいけないってやつ。買えないですね、やっぱり美味しいですもん、青森のリンゴ。やっぱりそうか。そうなんです、ね、インディーどこだっけ。僕はあの静岡生まれの群馬育ちです。静岡生まれの群馬育ち。はい、あんま、あんま面白くないですよね。うん、そうだね。そこからどう話を広げようかなって今一生懸命今頭の中ね。これ毎回生放送でここ、ね、そんな感じだね。沼津は いくつまでいたの。沼津は、あ、今は子供のものちっちゃい時までいて、うん、で群馬に引っ越しまして、うん、でまたあの実家を沼津に。今沼津なんだ、はい、沼津は俺も結構ね、いろいろちょっと詳しいよ。はい、うん、インター降りてすぐあたりはうるさいよ。結構。あ、そうなんですか、うん、でもこれはあんまり触れない方がいいですか。うん、なことない、なことない、なことない。だからよく一人でね、あの車でブーンと走っていって、はい、あのほら夕日見に行くとき、うわ沼津がいいのよ。そうなんですね、お魚も美味しいですね。魚も美味しいね。沼津 の、 あのインター降りてすぐのところに近くにあるほら、あの回転寿司でも十分うまいっていうな。いろいろな、あの並んでんです、あのご飯のところが、ね、はい、あ、あそこね、あ、結構行きました、それぐらいでいいかな、はい、ありがとうございます。絡んでいただいてもいや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 群馬でいうとやっぱりこう下りた系か。群馬は高崎市系です。あ、高崎系か、はい、高崎観音、観音様の、高崎観音さん、はい、高崎観音ね、はい、もういいかな、はい、高崎観音さん、高崎観音さん、あ、もういい、ありがとうございます、一生懸命広げようと頑張ってる、はい、だんだんめんどくさくなってくる。いやいや、そんなことないですよ。だから、ね、だから今年、もう再来月か、はい、ね、せっかくだから、この、まあ、あの千秋ちゃんたちとの、ね、G プラスとの縁がありましてですね、はい、私もようやく、まあ、去年ねちょっとツアーで行こうとして行けなかった、はい、青森、今年ね、はい、一緒に行こうやっていう話をしてね、はい、今ね俺全然あの土地に明るくないんで、はい、ちょっと千秋ちゃん頼むわって丸投げしちゃって、はい、丸投げしちゃってよろしくっていう、よろしくお願いします。7月の頭の方だよね。そうです、4月の456で、うん、あの弘前市と、うん、あと青森市と八戸市を3カ所回る予定でございます。そうなんだよ、やっぱりね東北のほら東北のね県はさ、はい、ささか広いじゃん。そうですね、ささかでかいんだよやっぱり、だからちょっと1カ所ぽいって言ったってさ、はい、なかなかこうどうしてね、まあ、ここ行くからみんな集まってて集まれないっていうの、結構あの真ん中に八甲田山とかがあって結構山がそうなんだよな、ね、こうあるんですよね、あの直線でなかなか行けないっていう、そうなんです、ぐるーっと回らなきゃいけないみたいなあって、でせっかくだからもう最初はね、だから青森行って秋田行って、はい、でこう祝っていってとか自分さ思ってたんですけど、はい、ちょっともう自分ちゃんもうそんなことは中途半端なことでもしょうがないと、はい、だから今年は青森一本で攻める、よろしくお願いします、よろしくお願いします。ねえ、でもせっかくだからな、なんだな、歌作れればいいな。そうですね、そうですね、デュエットソング、デュエットソングですか、はい、デュエットソング、俺時間があるかな、そうですよね、あのちょっと頑張ってみようかな、インディーに作らせようと思います。ね、インディーは歌わなくていいけど、僕歌わなくていいの、竹本さんが歌ってさっきさ、インディーなんか口が動いてたけど歌ってたの。あ、ちょっと歌ってました。大体でも歌うとね、あの合わなくて歌詞が違ったりとかそういうことがあるので、いや、なんかさっきさ、ほらあの
君が好きでってさ、はい、あのイントロでちょっとしくじったの。はい、でそこでもうドキマキしてドキマキしちゃってるな。うん、ちょっとあの目が泳いだ感じがあったけどね。で後であの私に楽屋で怒られると思ってるんで努力してるんですね。猛獣使いか。皆さんだからさりげなくまた後半の方も見ていただけると何かしら必ずやらかしてくれると思いますので、はい、そうそうそう。でもかあれかっこよかったグリグリグリファーみたいなかっこよかった。あれ本当はやんなくていいんですよ。あ、そうなの。やんなくていいの。勝手にやるんですよ。あはい、見せ場じゃないんだ。あれ バラードだからいらないと思うんですけど、あれでもやりたいんですって。そういう冷たいこと言わなくてさ、ね、はい、やっぱり可愛がってあげようよ。わかりました。やっぱりカピバラとしての人生が最近でも豚ちゃんになってきてるんですけど、ね、あちょっと一回りぐらい、多分竹本さんと比べると2倍ぐらいの幅じゃないかなと思うんですけど。ウィンディ育ったな。はい、頑張りました。育ってたよね。頑張っちゃったよね、いろいろね。いや、千秋ちゃんがすごい小柄なんですよ。ちっちゃいですよね、うん、小柄 でインディーが、まあ、それほど言うてもそこまで巨人ではないと、うん、まあ、あの私と変わんないぐらいだもんね、身長もね、背の高さは変わんないぐらいだけど、横があるから、まあ、千秋ちゃんがずいぶんちっちゃく見えてる。まあ、本当に今何キロだっけ。今、あのね、95か6。だいたいみんなそう言うんだよね。はい、100、いわゆる3桁は言わないんだよ、なかなか。あ、いや、3桁難しいんですよ。なかなか行かないです。いやいや、行こうとしてんのか。行こうとしてんのか。どんどんイメージ悪くなりますね、G プラスの。3桁は辛いよ。そうですね。3桁をね、連れて歩くの大変だよ、夏場に。大変ですね。7月だよ。どうする。もう餌代もかかりますしね。餌じゃないし、カピバラ、カピバラじゃないし、カピバラね、ね、まあだからね、こんな感じで、珍道中を今年7月に繰り広げようかななんていうふうに思っておりますが、はい、お願いします。皆さん、青森まで来れる方はぜひ青森の美味しいものを一緒に食べにね、せっかくだからね、なんかすごい、ね、なんか楽しい企画らしいんで。そうなんです。私も全然詳細し知らされてないんですけど。そうなんです。竹本さんを青森でみんなで迎えようっていうことで、何も聞いてないです。ドーンと来ていただいて、ドーンと食べて、ドーンと歌っていただければと思います。そういう企画ではないはず。で、さっき の野菜シリーズのパンプキンもあったんですけど、はい、野菜シリーズは結構作ったよね。いろいろ作ってるんですよね。ほうれん草の歌とか、まあ、一番人気はごぼうなんですよ。でもごぼうの歌、ごぼうの歌で青森が生産量1位なので、それも、まあ、あー、なるほどなるほど、はい、ごぼう、はいはいはい、でもやっぱり地味なので今日はやめときました。なるほどね、はい、一番人気なのに地味なんだ。竹本さんにごぼうじゃないよなと思ったので、はい、やめときました。いやいやいや、で引き続きね、後半も、はい、歌っていただきたいんですが、これ、ライブインターン終わった後にあちらのコーナーでね、G プラスさんの CD 持ってきてくれたんだよね、はい、今日ね。持ってきてます。すいません、出してないだけです、うん、後で出します、急いで、ね、サインしてくれるそうなんで、はい、皆さんはね、よろしくお願いします。お買い上げくださいませ。ありがとうございます。うん、で今後は近々の予定等々は、はい、ですね、その本当に私たち竹本さんは青森で迎えようっていうキャンペーンに今一本で頑張ってるところなんですけ ど、その時期に合わせて青森の応援ソングを今作ってるので、ほうほう、それの今準備段階で、うん、7月のその青森キャンペーンではご披露できるかなと思って。なるほど。じゃあデュエットソングと、あー入ってほしいな。デュエット、あーデュエット頑張ろうかな。結構元気な感じです。あー、なるほど。元気で、ちょっと目指せ AKBAKB なAKB な感じなんですか。なんですよ。踊るの？恋中みたいな。恋中みたいな。竹本さん。こんねこんねこんねみたいな。ダメですかね、やっぱり。俺？はい。俺恋中ですか。恋中じゃないですけど。いやいや。まあでも楽屋でゆっくりの情報相談させてください。そうか、わかりました。俺はほら、せっかくデュエット作るんだったら、愛と青春の旅立ちみたいなやつがいいかな。そうですね、そのもいいですね。あれかっこいいよな、うん、やっぱいろいろあるからさ。あれデュエットソングって今まで歌ったことないんだよ。そうなんですか。
ゃあぜひ夏に向けて、はい、なんとかね間に合ったらいいですね。間に合うか1ヶ月か、うん、間に合うか、うん、で丸投げしたらインディオケ作ってくれたの。はい、作ります。インディこうやってあのこう見えてこう見えて生きてくれたの。いやあのね、あのプログラマーとしてはもう秀逸な腕持ってるのよ。すごいすごいすごいいい腕持ってて、はい、やってるミュージシャンって結構あのすごい人だよね。まああの有名な方もいらっしゃる、ね、結構いろんな有名な、例えば、うん、大丈夫だよ言って、うん、あのはい、あの安室さんとかもそうだよね。そうそう、安室ちゃんとかもやってる。安室ちゃんのその何打ち込み？ちょっとあのライブの時の、うん、あのライブのこととかのね、そういうこともこう見えて秀逸な腕を持ってる。ただのカピバラじゃないんです。そう脳あるカピバラは歯を隠すじゃない。いいよ、インディもういいスタンバして。もういいですか？スタンバして。もういい。うん、せっかく今あのいい感じに持ち上げた、ね、つまずいてるから大丈夫か。あのね、ほんとさっきここに来る途中あのリハーサルしてきたんですけど、そのリハーサルの時にこうやってつまずいてケーブル一本壊れちゃったんですよ。おじいちゃんか。折れちゃって ね、おじいちゃんじゃないんだからね。いや、まあ、でも本当になんかがちょっと楽しみになってたね。はい、ぜひ本当、うん、いや暑い夏になると思います。7月いいな。いや、私もだから青森行くのって本当に久々なんですよ。いや、そうなんですか。本当に久々、30年ぶりぐらい。そんなにですか。うん、30年ぶりぐらい行ってなくて、うん、青森もだいぶ進化したと思います。あ、本当。はい、俺だからあの私が行った頃って、はい、あの上野発の夜行列車でした。降りて転んだ、降りた時からぐらいの感じの。で、青森駅は雪の中じゃないけど、はい、そうなんですね。本当そうですもん。朝6時半とかに着くんだよね。この間やっと携帯が繋がるようになりました、青森。そう、嘘。そんなことあんの。というわけで後半戦、はい、はい、ではお預かりしますね。スタンバイよろしくお願いします。ね、もう皆さんもね、聞いていただいて、見ていただいてお分かりかと思いますけれども、G プラス、一応、まあ、あのユニットとしては2人の、ユニットなんですけどね、まあ、本当にあの千秋ちゃんがしっかり者で、インディーがね、引きずられていると、しっかり者、今しっかりしてなかったです。しっかり者の千秋ちゃんね。今こぼしてます。ああ、そうやってインディーがそうやってチクるんだね。時々こう降りのか、あ、でも後から怒られるよ楽屋で。あ、しまった。というわけで後半戦お聞きください。 G プラスの皆さんです。皆さん改めまして G プラスの曲聴いていただきたいんですけど、インディーのこと散々言ってましたら私に降りかかりました。あのいつもこういうふうにあのライブ直前にこう物をこぼしたりとかってインディーがやることなんですけど、なぜか私も緊張しているようでこぼしてしまいましたが、皆さん目線はここに行かないように早く乾けと思いながら歌いたいと思います。次の曲はですね、 G プラスの音楽の中でもすごくあの皆さんに応援していただいている曲なんですが、ちなみにこの中にですね、誕生日近い方とかいらっしゃいますか。5月生まれの方とか、あ、いらっしゃいます。何日ですか。はい、23日。え、じゃあもうついこの間ですよね。おめでとうございました、23日。お隣の方は10日 ?5 月10日。おめでとうございました。5月生まれの方、なんでさんってなっちゃって。お客様はいつですか。あ、5月生まれ。あ、2人だけですか。他に5月生まれの方、あ、いつですか。5月1日。おめでとうございました。はい、あちらのお客様。5月13日おめでとうございました。5月生まれ結構いらっしゃいますね。他にいらっしゃいませんか。年は聞かないので大丈夫ですよ。はい、ということで、あの誕生日の方、5月生まれの方何人もいらしてくださったんですけども、そうじゃない方もぜひお誕生日おめでとうっていう気持ちを込めてこの曲を聴いてください。 G プラスで Happy Birthday Thank you for your love。Thank you for your love.
めでとうございました。そして手拍子もありがとうございました。ハッピーバースデーという曲を聴いていただきました。乾きました？あ、乾いてますね、よかった。これあのユーストリームで流れてると思うと本当にずっとどうしようかなどうしようかなと思ったんですけど、よかったです。手拍子したのも良かったかもしれないです。ありがとうございました、皆さんご協力いただきまして、次の曲なんですけども、 G プラスって普段やっぱりラジオで喋ってたり音楽を作ったりすることが多いんですけども、あのお家っていうテーマで曲を作ってって言われた時がありまして、であのジャングルジムの上でという曲をあまり実はライブでもしたことがない新しめの曲なんですけど、ぜひここで披露させていただきたいと思うんですけど、ジャングルジムの上でっていうより皆さん今日は東京タワーの上でっていう感じになってますが、もっとこう規模が大きい感じで聴いていただけると嬉しいです。じゃあそろそろね、夕日もちょっと少し出てきてる感じのロマンチックな感じなんですけども、ジャングルジムの上でという曲を聴いてください。I'm not afraid to die.
とさ、私多分これかぶったのですごい全部集中力が切れちゃったみたいです。お水かぶったので。なんで意表を使えて、インディーがいつもやることを私がしてしまったと思って、はい、いいじゃないですか、力が抜けたい。ありがとうございます。ちょっと新曲になるんですけど、ジャングルジムの上で、お、東京タワーの上で皆さんに聴いていただきました。ありがとうございます。もう一曲じゃあ最後に言っちゃってもいいですか。はい、お願いします。 ありがとうございます。 G プラスの最後の曲はですね、今日皆さん本当大人の方が大半かもしれないんですけど、ベイビーという子供たちに向けてのメッセージの曲を最後にお届けしたいと思います。あ、なんかあります？大丈夫ですか？はい、またなんか私やるかしたかと思います。大丈夫ですか？本当そうなんですよね。もうドキッとします。何やったんだろうと思って、はい、ですね、そのベイビーという、何を喋るか忘れそうになりましたけど、ベイビーという曲で、今日はお子さんいらっしゃる方もたくさんいらっしゃるかもしれないんですが、本当に子どもたちが元気な未来生きていけるように、そういった思いを込めて作った曲を最後に皆さんに聴いていただきたいと思います。で、別に皆さんの未来がないわけじゃないですから、本当に皆さんね、これから大人も子どももいい日本に暮らしていけるように、そういった気持ちで聴いていただけるとありがたいです。でそれではベイビー、これから生まれてくる君へ、聴いてください。世界に生まれてゆく君。
がとうございます。 G プラスさんでございました。ありがとうございました。いやいいですね、東京タワーの上で聞くこのハイトーンボイス。いやもう久々に、なんかこう女性のゲストが出ることであんまり少なかったもんですからね、だいたい鬱陶しい系の男のゲストが多かったもんですから、まあ、最近ね、それがね、久々にこう女性な感じで、この後はね、今月の曲ということで、私のコーナーでございます、ちょっと準備しますんでしばらくお待ちください。はい、というわけでございましてですね、今月の1曲というわけでございますけれども、何かね、いろいろよいしょ、まあ5月に、入って、まあ私の担当する回がね、だいたい第4週なもんですから、だいたいこう月が終わっていくときに必ず、登場するわけでございます。終わりの回という感じでね、終わりの感じの、ことでございます。実はですね、6月に入って6月の21日なんですけれども、ちょっとあの、次元門ライブというのを私企画しておりまして、まあ、私がというよりも、次元門というのを今長崎人のことを言うわけでございますけれども、長崎人による、長崎人のためのライブっていうのを考えておりましてですね、それを6月21日の日に、青山の方で、やろうかなというふうに、考えておるわけでございますけれども、まあそそりに向かってね、いろいろ準備もしながらなんで、あとはもう今月末、いよいよ今週末ですね、もう、に控えた、舞台、立川志らく座長のもと、下町ダニーローズの、第16回公演になるんですね、芝浜、劇落語芝浜、トイストーリーのようなものっていう副題がついておりますね、まあ、私がどんな格好で登場するのか、その辺もねお楽しみにしていただけると嬉しいかなと、というわけで今月の1曲、まあその長崎から東京に出てきて、で私はね今年33年になるわけですけれども、まあもちろんね田舎から出てきて東京で勝負しに来て帰ってしまった、もちろんねあの夢破れて帰った人、夢半ばでついえた人、でもあの新たに夢を探して田舎に帰った人っていろんな人がいる、そういう風な歌です。お聴きください。ビートルズのよくかかる店だった。Oh, no, no, no. でも誰もタイトルを知らないんだ。 Oh, no, no, no. 俺とお前と不揃いの仲間、東京生まれは一人もいない。僕さになりたいあいつがいた。 Oh, no, no, no. 女優を夢見たあの子がいた。 Oh, no, no, no.そんな名前の一つ一つがアドレスから遠ざかっていく。悲しくても泣くなよ。
take a chance 寂しくても泣くなよ Take a loneliness 青春なんて時の流れに消えちまうからゼロ優しい夜あなたのビタルゼロ優しい夜あなたのあの上お前初めて止まった晩から Oh no 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 みんなの心がぎこちなくなる Oh no 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 背広着込んだギタリストに驚かされて無言のピリオド音なるってどんなことだろう Oh no 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 普通になるっていけないことかい Oh no 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 いろんな道を歩けばいいさ切ない風が吹き抜けてゆくから泣くなよ Take a chance 寂しくても泣くなよ Take a loneliness 最終なんて時の流れに消えちまうからゼロ優しい夜 Oh no 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 リタルゼロ優しい夜 Oh no 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 リタルゼロ優しい夜 Oh no no noはい、ありがとうございます。1時間にわたってね、お楽しみいただきました竹本大輝、ライブインタワーでございます。まもなくね、お開きの時間となるわけでございますけど、お開きの時間と結婚式のスピーチみたいな、というわけでございますけど、まあ、5月もね、第4週、もうじきだから1年も半分でございます。最近はね、天候も若干落ち着いてる感じがあるんですけどね、今日なんか本当に綺麗な五月晴れで、あったわけですけれども、なんかがその予報によるとね、そのゲリラ豪雨だとか、そんな話が、また、今年の梅雨は長いんじゃなかろうかとか、なんかそういう風な、気象庁の予報とかあったりして、ね、結構いろんなところでね、こう季節の流れが、まあ、季節の流れというか、まあ、こう天気の移り変わりといいますかね、そういうのが変化してきてるのかなっていう感じがします。ね、まあよく言われるのが、まあ、想定外のとかね、記録ないとか、まあ今結果観測史上初とか、そういうふうな言葉はよく最近聞かれると思います。でも多分観測してるってたかだか100年とか、下手したらね、まあほら筆記でね、やっぱりこう200年ぐらい以前のその話とかは記録に、ね、記されてるとはいえども。
ちゃんと数値として、つけ始めたのって本当にここ4,50 年の話じゃねえかなっていうふうに思うんですね。だからといって、まあそのね、昔のことをこうそのバカにするわけでもございませんけど、今のその時代これからねどういうふうなことが起こっても、まあそれはもう想定とかそういうのは全く関係ないんじゃないかなというふうに思います。だって、それが1年だから去年すごいもう記録に残る、観測史上に残る、高温でした。だって今年がそれを上回らないとは限らないわけでございます。もちろんね、その災害にしてもそうだし、いろんなことがこれから考えられるっていうふうに思います。もちろんね、だから、そこで必要になってくるのがやっぱりこう準備、備えっていうのがやっぱり一番大事になるかと思います。でも備えで大事なのは、いわゆる防災グッズとかそういうその物資な部分じゃなくて、一番大事なのは気持ちじゃなかろうかと思います。こういうことがあるんじゃないかと、だからこれを一応頭の中に入れておくだけでも、もうその時にいざっていう時に動く第一歩が違うんじゃないかろうかと思います。だから今日は暑そうだな、もう野生の感がしたら、まあね、帽子をかぶるだとか、変な話、直射日光浴びないようにちょっと長袖の上っ張りの上っ張りと最近までな大きく着ていくとか、やっぱりその日光浴びないね、あの水分補給をまめに取らなきゃいけないなと思って、やっぱり思ってる、その知る知らないっていうことで大きいことだと思います。知ってるということがやっぱり一番大事なことなんじゃないかろうかというふうに思います。5月、第4の、日曜日が終わって、次回も、第6月の第4日曜日、ここ、6月22日です。で先ほど、ちょっとお話しましたけども、次元モンライブ、長崎出身の、シンガーたちがやるライブが21日にあるんですね。なんで、必然的に22日でもありますから、その次元モンシンガーたちをね、何人かお呼びして、でここで、ライブをやろうかなというふうに思います。まあ、もちろん皆さんが存じている方、存じてない方いらっしゃるかもしれませんけれども、いろんな人が、来てくれることだというふうに思っております。やっぱりこう地域性っていうふうに、捉えるだけじゃなくて、なんかこう、いわゆる東京と、私のふるさとである長崎をつなぐ何かの糸、この糸がこう強く結ばれていくと、今度なんか全然違う、例えばね、あの G プラスの青森と東京だったり、長崎東京青森東京いろんなところのこう糸がね、いろいろ絡まってくると、もう全国的にいろんな楽しいことができるんじゃないかっていうふうに、考えたりして、今日この頃でございます。これからね、梅雨に入っていくと思いますけれども、皆様ね、寒暖の変化が、またまたあると思います。体調崩さないように、先日私体調崩してしまいましたが、ぜひとも、皆さんもね、体、お気をつけになって、今の本当にあのさつきのいい時期です。爽やかな季節を、お楽しみください。というわけで、本日はこの辺で、どうもありがとうございました。